今日はですね、お家で休みの日とか、時間を持て余してる人っていうか、テレビつまんないし、何もすることないなっていう方は、いると思うんですけれど、そんな方にギターでも始めませんかという動画です。で、ギターいろいろあるんですけれど、アコースティックギター、エレキギター、大まかに分けてそんな感じなんですけど、アコースティックギター、アコギですね。アコギの、弾けたら、かっこいい感じしますよね。音も好きなんですけど、結構音響いたりするんで、アコギもいいんですけれど、弦が硬いというのもあって、抑えづらいかなというのもあります。でもアコギもなかなかいいです。で、次にエレキギターですね。エレキギターって、アコギに比べたら全然弦も柔らかいし、弾きやすいっていうのもあるんですけどね。だけど、このシールドつないでアンプに通さないと音が出ません。なので、エレキだけあっても、こんな感じで音が、本当の音が出せないっていうのがあります。だから、エレキギターもかっこよくていいんですけれど、プラスアンプがないとちょっとつまらないかな、つまらないかなっていうか、音が出ません。エレキギターも結構面白いです。しかしです、一番おすすめなギターがあります。それは、今私が一番今使いこなしてっていうか、使い込んでるギター、これ増産ギターっていうんですけれど、このギターは、エレキギターなんですけれど、もちろん弦も柔らかいし、弾きやすいです。で、アコギに比べたら、もう本当に弦も柔らかいし、F もう余裕で弾きます。だから、初心者というか、始めたい方には、増産ギター一番おすすめです。で、増産ギターは、後ろにこのバッテリー、これ 9V のバッテリーなんですけれど、入れる場所がありまして、これ1個で音が出ます。ここにスピーカーがついここでここですねについてまして、で、これがスイッチです。で、ボリュームも調整できます。これが一番おすすめのギターです。アコースティックギターもエレキギターも結構面白いんですけれど、家で弾くとなると、いろいろ問題、音の問題ですね、があるんで、増産ギターだったら音も絞れるので、大きな音も意外と出ます。しかも弾きやすいっていう利点っていうんですかね、弾きやすいです。で、あと、ギターって結構難しいですけど、難しくないです。いや、どっちか分かんないですけど、難しくはないですね。ギター始めたい方って、難しいしなって思う方もいると思うんですけれど、ギターって結構
最初はこう適当に音を鳴らして楽しむっていうのもいいです。適当なとこでこんな感じで音を楽しむっていうのから始めれば、まあいつの間にかこう、あ、じゃあなんかコードを弾きたいなみたいに思います。それの延長でだんだん弾けるようになってきます。で、まあ上手い下手関係ないです。下手ですけど、まあ弾くのが楽しいので続けていられます。まあなんか話はよく分かんなくなったんですけれど、いろいろギターある中で一番おすすめというのを言いたかったのにこんな時間かかってしまいました。で、ギター楽しいということと、あとまあこう家でこう、あ、何もすることないな、じゃあギター弾こうかなって、なんかかっこいいような気がするんで、ぜひまあそういうお方どうでしょうということで、以上です。